いわゆるイクラカプセルなんですけど、これ混ぜちゃうと色がこう混じっちゃって、水ではなくてですね、オイルを使うと、持ちがいいので、あと単色でね、一色でこれはイクラっぽく赤くしたんですけども、これのちょっと大きめなやつですね、作ってみようかなと思います。これがカルシウムイオンを含む水溶液なんですけど、こういった丸型のねスプーンを使って少しすくって、非常にアナログなんですけど、アルギン酸の水溶液ですね、これを注入していきます。周りからこう浸出してくるみたいなねような状態でこうやって揺り動かすと。